シクストーンズへのオールナイト日本サタデースペシャルでの森本慎太郎の告白。平野市用からの誕生日祝福に感動の嵐。シクストーンズへの森本慎太郎が深夜ラジオで語った元キングプリンス、キンプリの平野市用に誕生日を祝ってもらったエピソードが話題を読んでいます。 この話題は日本放送で放送されたシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルの中での出来事です。番組の中盤に入った森本は自身の近況を語るトークコーナーでキンプリのメンバーとのコラボレーションが話題となりました。それは TBS 系列の特別番組音楽の日うちで行われた 東京ディズニーリゾートスペシャルパフォーマンスに参加したことに関連しています。放送当日、パーク内をメンバーと歩く時間があったそうで、キンプリのメンバーがカメラのセッティング中であっても、親しく接してくれたことに感謝している様子が伝わりました。特に、平野からは、ごめん遅れた。おめでとう。というメッセージが届き、 当日の誕生日を祝おうとしてくれたことに対して森本は感激しました。日付が変わった深夜の時間帯だったとしても、親友である平野の心遣いに感謝しているようです。この森本のトークに対して、ツイッター上では金プリファンが喜びの声を上げています。特に平野の名前が出ていることに注目し、親友平野仕様の名前、バッチリ出してくれたのね。 怒られるかもなのに。ほんとかっけえな、ストプリ好きだ。活動場所は違うけど、ずっとずっと紫陽くんの親友でいてね。ディズニーコラボ話で海ちゃん、新ちゃん誕生日話で潮くんの名前出してくれてストプリタンは大歓喜です、などのコメントが寄せられています。森本と平野の友情に対するファンの温かな応援の声が伝わってきます。 この記事は、シクストーンズとキングプリンスへのメンバーたちが仲が良いことを示しており、ストプリという言葉が表すように、2つのグループの間には固い絆があることが伺えます。森本は以前にもラジオで元キンプリの神宮寺ゆうたと平野仕様のコンビネーションを話題にしており、それがファンの間で話題となったこともありました。 また、元金プリの岸優太がゲスト出演した際も、シクストーンズのメンバーが彼の名前を出すなど、二つのグループの中の良さが伺えました。シクストーンズへのラジオ番組は、平野が所属するジャニーズ事務所の他のメンバーと比べても、彼の名前が頻繁に出る場所の一つとなっています。 現在、平野は滝沢秀明氏の事務所と部に合流しており、その情報にファンが飢えている中で、シクストーンズの番組は、脱退した平野の名前を親しみを込めて呼びかける場所として多くのリスナーに支持されています。このように、シクストーンズとキングプリンスへのメンバーたちの友情や仲の良さが、ファンの間で喜びと感動を呼び起こしているようです。 両グループのファンにとって、彼らの絆を感じるこのようなエピソードはいつまでも大切にしたい思い出となることでしょう。平野市要不足を感じるファンにとっても、シクストーンズの番組は特別な存在となっているようです。